さあ前々からは7番の石塚圭一郎が踏んでいます。後ろは気にしていますが、10レースチャレンジ決勝戦、さあここで1番の荻原も発進です。ただもう前も踏んでいますけれども、どうか7番の石塚圭一郎と1番の荻原とすぐ119期生もがき合う展開ですが、残りあと1周回です。さああと1周ありますが、1番の荻原出ました。荻原先頭、ただ6番の小原ついていけずに短期になってしまった。1番の荻原とすぐ、2番手以下は近畿勢が追っている。最終バックを通過です。先頭は短期になって1番車の荻原、先頭を追って近畿勢差し返すのは7番車の石塚圭一郎、並んでくる。あとは3番の一ノ瀬、その後から2番の河野、直線越し。さあ激戦ですが、最後前変わった7番の石塚圭一郎が優勝か合理下がって詰めた2番は河野純吾、接戦です。今打勝です。ガールズの決勝戦11レース。さあ前々から5番の加瀬がペースを握っていますけれども、後ろどうでしょうか。ちょっと1番の飯田和音は今詰まっていまして、今日はこの決勝5番の加瀬かな子が前から先行勝負になりそうです。2番手絶好位を回っていますのが4番の吉村さやか、その後3番の高橋智恵も後位追走です。今日も逃げている5番の加瀬かな子ですが、早めに4番の吉村さやかがまくり上げて最終枠前に変わりました。こらえ切って先頭4番吉村さやか、その後ろ追走が3番高橋智恵、あとは2番の藤田マリア持ってきている。先頭4番吉村、持ってくる3番の高橋と2番の藤田、直線越し最後は並んでくるが3番の高橋智恵か。前の栃木の橋本は下げて6番手、今打勝です。最終の12レースの A 級決勝戦、さあ別戦が前へ行きまして、5番の橋本を警戒して踏んでいくというレースになっています。主導権は中部勢でしょうか。7番の桜井優太、健康勝負。しかし3番からは3番の前川、さらに後ろからは5番の橋本も来ていますが、合わせまして3番前川が踏んでいる。そこを前川を追ってきている5番は橋本瑠衣、最終バックを通過まくり合っていますが、3番の前川大輔、さらに外からは5番の橋本瑠衣、力勝負並んでくるが、ここは3番の前川を捉えていくのは5番の橋本瑠衣、あの離れました2番手以下ですが、先頭5番の橋本瑠衣が力強く3連勝、優勝のゴール。3番前川、7番下は桜井、